こんにちは、格闘技通信の谷川です。今日はグランドゼロ横浜大会を、シーザー武さんと振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まずシーザーさん、第一試合は、与谷隆選手、シーザージムの選手ですね。はい、そうです。で、あと空手は犬塚聖太郎選手、日清会館の選手、はい、はい、そうですね。グローブ空手の選手ですね。この与谷選手っていうのはどういう選手ですか？どういう選手っていうか、もう1ラウンドからどんどん行く選手なんですけどね。なんか気合入って入場してきましたけど。そうですね、まあ、負けてない。今まで全然負けてなくて、今3戦3勝3つ全部 KO で勝ってる選手なんですけどね。なんか楽しみな選手ですね。まあ、これから一番、期待してる選手ですけどね。まあ、このもうスタイル見ても分かるように、空手対シュートボクシングっていう感じの、タリー試合って感じがしますよね。はい、日清会館の方の、佐々木館長の方からね、はい、いろんなやっぱり勉強してみたいということで、我々もいろんな交流戦をやらせていただいてるんですけど、もともと東亜杯に出たり、この選手は第2回ウエストジャパングローブ空手のトーナメントの優勝選手なんですよね。そうですね。グローブ空手の試合を僕も見ましたけど、すごいやっぱり冷静で、やっぱ技術もちゃんとしてますし、だから面白いんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、そういう人も、メインにある村浜選手といい、この与谷選手ですか、はい、まあ、若い選手がどんどん育ってる感じがしますね、シーザー陣は。そうですね。少しずつですけど、時間かけてね、育っていこうと思ってます。なるほど。得意技みたいな感じはどうなんですか、この与谷選手。パンチは全て出すんですけど、蹴りよりも、今右ですね。そうだね、パンチとか肘とかが結構うまいです。今回は肘のプールがないもんで、右が当たってますね、パンチが当たりやすい。結構効いてますね、もう。身長高いですから、結構振り下ろすと効くじゃないですかね。ファルコン級っていうね、ダウンですね。普通でいうウェルター級ですね。そうですね。1ラウンド早くダウンを取って、この辺もいいですね、ダウン取った後。そうですね。ちょっとガードが開いたりしますけど、見るの右ですね。効いてるからね。そうですね、かなり効いてますね。レフリーストップしてもいいんですけど、本人がやるっていうから。これ TKO ですね。3回ダウンして1ラウンド2分48秒与谷選手の勝ちですね。最初はダウンしててなんですけど、いけるかなと思ったんですけどね。ちょっと会場飲まれてしまいましたね、慣れないんで。今回はもうそれ全然出せなかったんで、もうやっぱ倒した時はやっぱよろしいんですけど、部屋戻ってからもダメですね。まだ自分の目指してるものこんなレベルじゃなくて、もっともっと全然吉高さんとか今の上の選手たち追いつけ追い越せて頑張らなきゃいけないのに、まだこれじゃ足元にも及ばなくて、もっともっと練習してもっと強くなって、もっとお客さん満足できるような試合するようにしたいです。